夕日め類は、哺乳類のうち、日めを持つグループ。単系統ではなく、現在は正式な分類群でもないが、かつては夕詰めめ、夕日詰め目、夕日詰め多目、夕日爪上目などの分類階級が与えられることも、あった。派生形質でまとめられた分類ではあるが、平行進化によるものであり、多系統である。原生ではが含まれ、他に、多くの絶滅目が属する。 また講義には、不完全なひづめを持つを含める。さらに、ひづめはないが玉ひづめ類に近縁なクジラ目を含めることがある。ここでは、原生のひづめの発達した夕ひづめ類である、玉ひづめ類、木、ひづめ目、長尾目について述べる。ひづめを持ち、ひづめ行政である。かかとは地面につかない。ほとんどの場合、指は5本より減っている。大型の草食動物であり、 セルロースを消化できる。脊椎動物共通の性質としてあり、ヒズメ類も、生化学的にはセルロースを分解できないため、分解は、腸内細菌によるものである。腸内細菌の所在など、細部の機構は目により異なる。有ヒズメ類の分類は数多く提案されたが、現在の哺乳類の多いタ類では、二つの系統に、大きく分かれる。このうち、ローラシア獣類に属する。 玉ひずめ類と、木ひずめ目が禁煙であるという説は、古くから根強く、その二目をのみ終わりひずめ上目としてまとめるか、夕ひずめ目を置き玉ひずめあもく、木、ひずめあもく等をその下に置くことも多かった。玉、ひずめ目の単系統制が否定された後は、クジラ玉、ひずめ目と、木ひずめ目をありひずめ類と再定義する説が現れた。この意味での夕ひずめ類を新ありひずめ類と呼ぶことも、ある。 しかし現在では、クジラタマ、ヒズメメとキヒズメメは、姉妹群ではなく、やや離れていると考えられており、クジラタマ、ヒズメメとキヒズメメをアリヒズメ類とする説はあまり支持されていない。アフリカ獣類に属する、目の内、長尾目、岩田抜き目、海牛目はキンヒズメ類、ク砕ハメはハラヒズメ類に分類され、共におそらく単系統である。 マッケンナ・アンドベル1997による化石目も含めた分類は次の通り。分子分岐学的に見れば既に古い分類であるが、古生物に対しては分子分岐学の適用が難しいため、古生物学者の間ではある程度受け入れられている。ただし、哺乳類全体について一貫した階級を与えているため、広く使われている階級と一致しないものがある。ありがとうございます。